このインタビューで、まあ、なかなか面白いなと思ったのは、ハンバーガーはレッドオーシャンじゃないですかと。鳥貴族の鳥貴バーガー、はい、これはですね、日経ビジネスのインタビューなんだと思いますけど、コロナでも居酒屋文化はなくならないというタイトルの記事なんですけど、この中でやっぱり注目は鳥貴バーガーっていうものをねやるよって言ってですね。で、大倉さんはですね、僕の記憶の限りでは鳥貴族以外はやらないってずっと言ってきた人なんですよ。新業態とかは基本的には考えてないっていうことをずっと言ってたけど、やっぱこれは今回のコロナですよね。コロナによって考えが変わったということなんだと思いますね。なるほどね。随分気合い入ってて、ニュースピックスでもですね、下鉄といういろんな社長を取り上げるページがあるんですけど、まあ、そこにも連載が始まって、小学校の頃のね夢を書いてるんだけど、小学校6年生の時の夢ですね。妻を大事にする夫になることと書いたらしいですよ。何それ変わってるよね。お父さんがかなりお母さんを泣かせてたらしいんだよね。まあ、そういうことでということなんだろうけど。なるほどね。だけど、まあ、そう聞いたらなんか多少はですけど、あんま書かない話だね。で、まあ、今回このトリキバーガーですけどね、発想としてはチックフィレイっていうのがあるんですよ。これはまあアメリカで流行ってるんですよ。結構ハンバーガーにこうかなりボリューミーなチキンを挟んで、まあ、チキンはヘルシーだみたいな、そんな感じで結構伸びてて、チックフィレイがあるからそれも後押しになって始めるってことみたいですけどね。でも一応その3年で10店舗から20店舗やってみて、将来はフランチャイズで1000店舗っていうこともあるかなと。まあ、これはあの妥当な考え方じゃないですか。鳥貴族だし手堅い、ねね、いきなり1000店舗じゃないんですよ。やっぱり3年で10店舗20店舗まず成功させてみてっていうことなんだと思いますよね。このインタビューで、まあ、なかなか面白いなと思ったのは、ハンバーガーはレッドオーシャンじゃないですかと。そうですよね。この頃このチャンネルでも随分ハンバーガーの話ばっかりしてる気がしますよ。モスが良くなってきたとか、マクドナルドはもう最高益だし、西山さんのブルースターバーガーでしょ、うん、ドムドムバーガーまで復活してるみたいな、うん、まあかなりレッドオーシャンじゃないかと。で、これはその通りなんだと思うんですけど、そこに対して大倉さんの中には自信があるんですよね。実は鳥貴族自体もう居酒屋がレッドオーシャンになって、もう市場が飽和して、それまで伸びてた養老の滝とか紫とかそういうのが伸びなくなってから伸びてきた人なんですよ。なるほどね。だからレッドオーシャンが得意な居酒屋の市場をやっぱり養老の滝とか紫とかそういうのが作ったと。そこに鳥貴族っていうのはまあデフレの勝ち組みたいな感じですよね。低価格だって言ったら、昔から低価格でやってたここが強かったみたいな。これからバーガーでも平気だと。平気だと。だってデフレの勝ち組だとか言うと他にもあったわけですよ。参考マーケティングフーズとか、やっぱ残ったじゃないですか。鳥貴族はでもどうなんでしょうね。今このインタビューには20代30代が多いって言うんだけど、ほう、僕にはそうは見えないですよね。20代行くのかね。僕はどっちかというと酒好きの親父の方が多いような気がするんだけどね。ただまあボリュームはね、大吉とかと比べるとあるからね。タイトルのね、これ居酒屋文化はなくならないっていうのは、コロナが終わったらね居酒屋はある程度戻ると思いますよ、うん、でもその大きなね大規模居酒屋で若者があるいはサラリーマンが宴会をするっていうのはなくなると思いますけど、お酒を飲む楽しさっていうのは、まあ、その中自己責任で飲んでる人っていうのは少ないと思うんで、コロナが明けたよっていうふうになったら一旦居酒屋は流行る気がしますね。まあ、ただ昔のようにはならないってことでしょうか。はい。